皆さんこんにちは、看護師ののぞみです。今日は医療ドラマのこれありえないと思うことを現役看護師目線でお話ししたいと思います。個人的には主人公が余命何ヶ月で亡くなるとか、そういうお涙ちょうだいみたいな医療ドラマはあんまり好きではなくって、なぜかというとドラマと同じ疾患を持っている人が自分も亡くなってしまうんだとか辛い気持ちになるんではないかっていうふうに思うので、あんまり見てはいないです。私が一番好きなドラマはコードブルーでした。コードブルーは結構他のスタッフも見ていて、放送日があった翌日は詰め所で盛り上がったりしていました。医療従事者は、結構医療ドラマを批判するんですけど、毎週見ているっていう人が多い気がします。看護師がどういう目線で医療ドラマを見ているかお話ししたいと思います。1つ目、屋上で医療者同士が会話する。これはないです。ドラマのシーンで屋上で話し合ったりとか、中庭でブラブラ散歩しながら話している場面をよく目にするんですけど、そんなにゆっくりと仕事はしていません。お昼ご飯もろくに取れないぐらい忙しかったりするので、ちょっとこういう光景は違和感を感じます。医者や看護師同士が話すのは屋上や中庭ではなくって、ナースステーションやカンファレンスルームで話し合うのが普通かなというふうに思います。2つ目、いつも働いているメンバーが同じ。これはないです。ドラマはいつも同じメンバーが出勤していて、いつも 100% の総力で対応できる場面が多いと思うんですけど、実際は交代勤務をしていますし、医者は他の治療や手術に入ったりもしてますので、ちょっとそういう場面は違和感を感じます。シフトどうなっているのかなっていうふうに思って見てしまいます。3つ目、急変対応しているときマスクをしていない。これはないです。これは役者さんの顔を演出上見せないといけないので、していないっていうことが多いと思うんですけど、実際は感染予防の観点からマスクや手袋はしています。4つ目、大きな手術をした後手術室から点滴1本で出てくる。これはないです。ドラマの中で大きな手術をして、手術中に挿管をしているシーンがあるのに、その後手術室から出てくる際に酸素を投与していないっていうシーンがあるんですけど、これは実際にはありえなくって、手術後は大体酸素を投与しています。5つ目、医者看護師が総出で退院をする患者を送り出す。これはないです。実際は看護師1人と市長さんが詰め所にいれば一緒に送り出すことはあるんですけど、医者は忙しいですし、医者と看護師一緒に退院患者を送り出すっていうことは今までなかったです。例外として国の要人だったりとか、かなり大きな事件や事故でクローズアップされた人は、報道も病院に来ることから総出で送り出すことがあるかもしれないです。6つ目、病棟内が美男美女だらけ。これもないです。ドラマでは美男美女だらけなんですけど、実際はそんなことはありません。ヤマピーみたいな美男ドクターがいたらいいなっていうふうに思います。7つ目、4人部屋のカーテンが全て開いている。これはないです。ここ最近はプライバシーのことは厳しく言われます。ですので4人部屋のカーテンは実際は全て閉まっていることが多いです。カーテンを全開で開けて患者さん同士が話しているっていう光景は滅多にありません。8つ目、いきなり新生死。これもないです。ドラマでは患者さんが亡くなる時にいきなり新生死といって、こうフラットな発見になることがあるんですけど、実際そういうところは見たことがなくって、VT、VF、新生死とか、いきなり同調率から新生死になることは、私の研究上ちょっと考えにくいかなっていうふうに思います。9つ目、私失敗しませんからと口にするドクターはいません。どんな治療や手術でも合併症があって、それを患者さんに説明して同意を受けた上で
治療をすることになります。ドクターが 100% の力で治療をしてもリスクは存在します。それを失敗すると取るかは個人の考えにもよるかもしれないんですけど、ドクターが失敗しませんからとか 100% 成功すると患者に言うことは問題になると思います。10個目、心臓マッサージで肘折れ。これはないです。ドラマの世界では実際に生きている人間に心臓マッサージはできないと思うので仕方ないとは思うんですけど、肘が曲がってないかとか押すスピードは合ってるかとか深さはどうなのかとか、そういうところを見てしまいます。11個目、何々さんが急変しましたとナースステーションに戻ってくる看護師はいません。急変した時に発見者は患者さんのそばを離れたらいけないというふうに指導されています。なので実際は患者さんの部屋にある緊急コールボタンを押したりとか、大声で誰か来てくださいっていうふうに叫んで人を集めます。ですので実際に急変時に患者さんを放置して戻ってくる看護師はいないと思います。12個目、猛烈なスピードでストレッチャーを押す。これはないです。ドラマの世界だとストレッチャーを押すスピードや車椅子を押すスピードが結構速いんじゃないかなっていうふうに思います。ドラマでは臨場感を出すためにああいうふうに早くストレッチャーをしているんだと思うんですけど、実際の現場でストレッチャーのスピードを早く押すととっても危険です。患者さんをストレッチャーで搬送する際に必ず足を進行方向にして押すんですけど、それもちゃんとできているかなっていうふうに見てしまいます。なぜ足を進行方向にするかというと、進行方向に視野が広がって患者さんが安心するので足から搬送します。ちょっと最後に医療ドラマあるあるをお伝えします。1つ目、薬剤師、リハビリ、ソーシャルワーカーが出てこない。他の医療スタッフも同じフロアを出入りしていますので、他の医療スタッフももう少し出てきてもいいのではないかなっていうふうに思います。2つ目、大体ドラマや映画の一番最後は大事故か大爆発。最後は大事故か大爆発で医療者が巻き込まれて、死ぬか生きるかっていう演出が多いのではないかというふうに思います。救急隊や救助隊がヘルメットをかぶって現場に駆けつけているのに、医療者がノーヘルで現場に駆けつけているのはとっても危険だと思います。あと看護師がレスキュー状況はっていうふうに聞くことはありません。大体ドクターが消防さん、そちらは大体どれぐらいで救出できそうですかっていうふうに聞くそうです。皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。今日は医療ドラマのこれはありえないって思うことをお伝えしました。今日の動画が面白かったなって思った方はいいね、チャンネル登録をお願いします。ではさようなら。